どうもキルギスにどう見ても圧勝してるけど、メモを取り続ける森保さん、めちゃくちゃ真面目だよね。で、おなじみ、リョウザフットボールです。どうも同行したちょっと引くよね。で、おなじみ AV 監督、ネンザドープネスですそんな監督を呼んでですね、キルギス戦の配信して、終わった後に今動画撮ってて、ね、まあ、あるあるお願いしますって言ってて、まあ、AV のあるある言ってもらえたらいいんだけど、ね、もう出だしから P 入れなきゃいけない。え、やっちゃいましたね。しょうがない、これはね、もう、ね、AV 監督呼んで、エロい話すんだっていうのは、メッシにドリブルすんなみたいなことで、そうですね。ロナウドに空中戦禁止みたいな感じだから、しょうがないけど、それはね、俺の。キャスティングミスだわ。完全にミスです。だけど今日は来てくれてよかったと思った、俺は。なんでですか？いや、キルギスがね、ちょっとなんですか、まあ無気力相撲、無気力試合だわ、無気力サッカーをちょっと展開してくれてたからさ、まあかわいそうっていうか、なんか仕方ないんだけどね、それだけ日本のねレベルも上がったのかもしれないけど、日本強いなって思いました。あ、思ったやっぱり。なんかでもキルギスの方は仕方ないって思った。キルギスはやる気どうしちゃったの？やる気スイッチなかった。キルギスのやる気スイッチ見つかんなかった。キルギスのやる気スイッチね。キルギスがですね、やっぱり前からね守備しないっていうのがちょっとね今回、ただ守備しないだけならこの同点でそのまま行くんならわかるじゃん。だけどキルギスの場合さ 4-0 でも前から守備しないから、本当はね日本この4バックでダブルボランチ。ウイングが中に入ってきますと。ってなった時に、サイドバック高い位置取りますみたいな感じで、こう、ボールを回すじゃん。で、キルギスは 5-4-1 みたいな守って、この時に、中盤まで降りてって3枚で守ってみる。この時に、相手のウイングがこう出てったら、はめられるところとかはめないし、なんなら、ここまで追うけど、こう戻されたらもう追わないみたいな。2センターバックで十分っていう感じ。ボール回す。2センターバックと、あとはダブルボランチはこの四角形でやったら十分だけど、そこにね、ミサを下ろしたりしてるから、日本ビビっちゃってるぐらいに見えてる。まあまあ、でもこれでもまあ回せてるからいいんだけど、ただまあ、相手はウイングとワントップだから、この形は意外にはめやすいんだけど、それもキルギスしてこないから、一応ね、戦術上言うと、こういうロジックがあって、プラス高い位置を取ったサイドバックにボール入ります。これで、キルギスの方のウイングがこう流れてきてこうスライドしたらここに隙はできないんだけど、このね横のスライドが超遅いからウイングバックが出てくるんですよ、相手のねこの5バックのウイングは。そうするとここが開くじゃないですか。ここに日本の選手流れてってチャンスみたいな、いう風になってて、どうも隙だらけみたいな。だからここは本当はこっちがスライドするみたいな守備なんだけど、それも遅いしみたいな、戦術的ないろんな欠陥が何個も重なってるから、日本としては後ろでボールずっと回せるし、サイドの高い位置にボール入ったらあとは勝手に相手崩れるしみたいなのが一応ロジックとしてあるんだけど、こういうの今日興味ある？興味ある？みんなこういうの。いやいやわかる、いやいや、レオさんちゃんと説明してるけどさっていう、そんなの以前にやる気なくねっていう、やっぱだから分かったよね今日で、サッカーまず気持ちだっていう、まずは気持ちから、で今日杉本スタメンだって言って、マジでと思って杉本で検索したら、スペースでいらないっていうのがすごい、俺が入れてないのに検索ワードで出てくる、勝手に入っちゃうパターンのやつ。 そのぐらいみんながそれで検索してるわけでしょ。俺だとレオザフットボール黒歴史って出てくるからね。昔ユーロの予想外すごとに黒歴史発表してた、ああそれのね、クラスの女子に嫌われすぎてた話とかそういうの発表してたから、でそういうそのなんていうの、前回の試合で結構技術不足が目立った杉本が今回はいい目立ち方してたじゃん。そのぐらい相手のね守備が緩いんだよ。これはまあケイユも頑張ってるよ、ケイユも頑張ってるけど、相手3バックで中央の守備が4バックよりもセンターバックの枚数多いから前に出てけるはずなのに、ここも厳しく当たんないから。だこんなん言い出したらさ、キルギスというさ、なんかこう弱い者いじめみたいになっちゃうじゃん。こう弱い者いじめっていう言葉もちょっと難しいっていうか、なんというんか、なんでサッカー見た後気まずくさせられないんだよ。ああもう貴重な経験ですよ。貴重ですよ。だから今日はそんな中でね、こう日本の選手について振り返っていきましょうか、時間内に。権田はなんかあれだよね、シンプソンズに出てきそうな目してるよね。ああ眠そうな、まあ俺も人のこと言えないんだけど、俺も試合見てる時こうなってるからね、あんま言えないんだよね。で、あとは三浦玄太は玄太って顔してんなっていう、玄太以外の名前はつけちゃダメです。髪型がなんかこう月9の主役感ある俳優っぽい、なんかねこうかっこいい感じだけど、顔がちょっと玄太感があるっていう、玄太が強すぎる。うん、そうだね。室屋は夜勤明けの店員感があるっていう。そうですね。あんなに疲れてる顔をしてましたっけ。そうだね、なんか店長来る前に発注終わらせようみたいな休日来て発注だけして帰る店長っていうかシフトリーダーみたいな感じあるよね。面接任されてるみたいな店長山中ね、金髪だけど眉毛も染めてほしいっていう話と、やっぱその髪の毛だけ明るくして眉毛いじんない、やっぱ田舎のヤンキーな感はあるよね。そうそうそう。プレーはね、今回やっぱ佐々木選手とかいないオーバーラップとか、左足でもね素晴らしいシュート決めたしあるから、あとはあそこをね、金髪のここだけ染めてほしいと。どっちかっていうと髪型とかに関しての方が言いやすいよね。こっちサッカー選手じゃなかったけど髪型に関してはずっと同じ系なんだったら。山中よりも年上だから髪いじってる経験長いから、こっちの方がお前が言うながない髪の方が。で原口元気に関してキャプテンマーク投げてたね。そこっすね。うん、だけど後一生懸命守備してるから、やっぱり原口元気の原口元気感なんだよね。あれはあれが元気が出ちゃってる、出ちゃってる。もうだってで投げられた方の吉田もさ「おい!」みたいな感じもなかったじゃん。なんかいつもの元気っていうか、元気ならあれやるみたいな感じなんでしょう。でも通常運転ってことですね。で伊東純也で縦の突破見せてたけど、どっちかっていうとこういう相手で中央閉じられてるから中のスペースでは働きにくいんだろうけどね、どうしてもこことか、あとチャンスのシーンとかね、スペース入ってた時動きは良かったから、あとは結果が欲しかった。襟足もうちょっと短いとよりかっこいいかもしれない。そうちょっと髪型がなんかわかるよ、ウルフっていうのあいたよ、わかる。ここのワックスでこの裏側につけましょうみたいなね、エアリーな感じのね。プレーは結構現代的なんだよね。縦にもいけて中にも入っていけてって感じで、運動量もあってって感じで。髪型だけが森田英正はあれではね、こうパスをうまくつないで、あと遠藤とかにはない1個ため作るみたいなのができるから、あと顔が飛び職っぽいっていう、すごく日課ぽっか似合う。すごく飛び職っぽい。だから生配信中に「森田磯六」って名前が合うってあれよかったなってコメントは。でもやっぱ俺ユニット論を信じてるっていうか、いいと思うから、やっぱ大島森田コンビも見たいし、森保さんが森田と柴崎っていう攻撃的な中盤にしてくれたのがすごい嬉しかった。それはもうね、キルギスのおかげですから。そうそうそう、キルギスに関しては。ミサオに関しては可愛いなって思ったところから、AV 女優に似てるなって。誰に似てるって？北川莉子。北川莉子。これは皆さん。北川莉子のね、リンクこそは貼れないけど。そうですね。AV 女優の話とか AV の話したからってそれで下ネタっていうのは、それはもう職業差別ですから。そこはもう皆さん、そこは勘違いしないでいただいて、いろんな職業やって皆さんが頑張ってて迷惑をかけてないわけですからね。なんなら夢を与えられてるわけですから。でぜひとも生配信アーカイブ残ってますね。それ見てほしいのは、こういうエッチな話をきちんとサッカーにつなげて、現代社会にまでつなげてたもんね。なぜ音楽が売れなくなってきたかと、 AV がなぜ売れないのかと、サッカーの戦術の進化、ペップ、シメオネ、クロップが出てきたみたいな、こういうのになってるので、ぜひともそこも振り返って見ていただいて。北側は、超おしゃれだって。なんかね、ところどころでね、相手の頭上を越すパスみたいなやってて、やっぱ代表呼ばれ慣れてきたっていう感じで、なんていう、狭いスペースで受けた時の次の判断考えながらプレーできてる感じとか、あと得点にならなかったけど、ボール呼び込む動きとかいいから、だからね、3点目か、大迫のね、ゴールなんかも、ターンして落としとか、あれもね、森田が切り替えで奪った瞬間からポジショニング取れてるっていうのが大事だから、結構なんていうの、分かりやすい足元の技術ばっかりになってるけど、実はそういうねおしゃれテクニックありますよっていう、ただのバイトの求人広告の何この人がいますみたいなね、楽しい職場ですみたいなのにいそうな若者じゃないぞっていう、そういうのはね分かったし。でケンユーはどう？よかったんじゃないですか。やっぱフリーになるね。ね、こんなにフリーになれるってぐらいフリーになれてたし、そう言った後のシーンでさ、マイナスのクロスにキルギス6人ぐらいゴール前いるんだけど、全員ボール落ちちゃう。入ってくる人全然見てないっていうね。どうな、競走馬だったらいいんだけどね。競走馬いっぱいいろいろ見ちゃうとブリンカーとかつけられるから、シャドーロールとかさ。でも1点しか見ないから、キルギス競走馬だったらよかったんですけど。で配信中にも言ったけど、そのガックンはちょっとね、ガックンにしてはパスをちょっと前目に出せてないとか、裏走ってる選手見えてないとか、ちょっとやっぱりね、試合感のなさがね残念なっていうか、ガックン頑張れっていうね、応援したくなるところですよね。であとは南野、かっこよかったし、今怒っててもかっこよかったね。後ろから蹴られたやつ、後ろから蹴られたやつね、あれね、蹴る足をもうね、ちょうどその足ぶつけて、もう何ミス誘発してやろうみたいなね、キルギスのフェアプレーが出ましたけど、唯一のフェアプレー。あれは南野が悪いな。あれは完全に南野があれ倒れちゃいけないですよね。あれは倒れちゃいけない。あれ倒れ信じないで。こういうのも言うから今回の試合だと。中島翔也。ああ。もう出てきた時間こそ短かったですけどね。インパクトがすごい残りました。いやもうそんなにしちゃダメって思った俺。キルギスに。結構バンバン仕掛けてきました。流せっていうね。ね、でもやっぱあそこで翔也もやるがすげえやれるっていうところでこう何もう原口じゃねえんだと左のポジションは俺なんだっていうのを見せてる感じ、ニコニコ抜いてくもんね。何あれド S 変態だよあいつ、あんな相手を翻弄しながら抜いてシュート打って。そうですよ、中島翔也もうだってもう抜いててもこっちあんまりリアクションしてなかったもんね。もうそれは抜くっしょみたいな、カセレス抜けるんだからっていうね。普通にああ抜いてくわ、抜いてくわっていうね。確かにやめてください。あ今ちょっと画面見た隙にやろうかなと思って。やめてください、ダメですよそういうのは。堂安もあれですよね、南の堂安中島でゴール。そう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 、ビッグ3ゴールでしょ。30C?30C ゴール。まあ30Cの方が俺はいいと思うんだ。ビッグ3はね配信中にも言ったけど大物感出ちゃうから走んな。そうゆったりやって。そう30Cはもうなんか歯食いしばってそうだもん。こうなんか映画とかのイメージだと必死にもうボールを追いかけてシュッシュッシュッシュみたいな。30Cってなんかあるでしょ、細いやつでね。そう細いやつでシュッシュッシュッシュみたいな、レイピアみたいなシュッシュッシュッってシュッシュッシュッって感じでしょ。 TikTok ねね、こうのこうでしょ。やっぱ大迫のなんですか寄せはすごい早いんだなって。だしコースの切り方もさすがやっぱドイツでずっとやってるだけあって、ここを抑えてほしいっていうところをねもう分かりすぎてる。今キルギスのロッカー行ったら「もうあいつあっぱないって」って言ってる。パスコースめっちゃ塞いでくるやんって。あいつのせいでパスコース全然おられんもんってやってるよ。あキルギスの人って関西弁なんですね。俺サインもらったわって言ってる次はあれじゃん、バベル・マティアシュの話。いやいやキルギスの選手一人一人がバベル・マティアシュゴールキーパーね、無所属なだけあるって言われててかわいそうだ。いやそりゃそうだよ、最初の 2本目のフリーキックあれ決まった瞬間全員さ、サッカー真面目に見てる全員があそういう試合ねってなってあそこでなんか日本国民がなんか一致団結できた気持ちが悪い方のだけどね。一致団結の仕方があ今日そういう試合ですかっていう。オッケー。キルギスなんか不思議な攻撃の時は 5-3-2、守備の時は 5-4-1 みたいな可変でやってみたいやったけど、そんなのはどうでもいいよ。知らねえそんなのは。まず気持ち。今日のキルギスに4点しか取れてないじゃん。ああ逆そうですね。もう4点どころの差じゃないでしょ。物足りないです。物足りない。今日の試合もう15対0にならないと。20。最低20から20もいっててもいいぐらい。もう森保さん解任で、解任した方が、もっと点取れる感じ、もっと点取れる感じがいっぱいいる、キルギス相手に 4-0 じゃ物足りない。実質負けですからね。実質負けだって俺らの中でルールでね、キルギスがハーフラインを超えた時点で1点っていうふうにしてたから、その換算でいうと 6-4 ぐらいでもしかしたら負けてるかも。負けです。森保さんも今回は反省して次は最低20点、ね、まあ次はアジアカップなんだけどアジアカップの初戦、1回戦は最低20点を取るつもりで森保さん余ったるんだっていうわけでこのぐらいしないともうだんだんだら流れてくよ。今日の動画風化するよ、代表戦なのに。みんなそこはもう逆に荒らしてじゃないと風化しちゃう今日の動画が。リメンバーキルギス。はい、最後にちょっとだけいい、普段きちんと戦術分析とかを僕やってまして、両チームの意図だったり戦術的な意図だったり、ここが勝負のポイントになったとか、選手それぞれの見た目の印象とかではなく、きちんと試合の中でのね、キーポイントになったプレーをちゃんと、分析してますので、他のもぜひ見ていただけたらというふうに思います。これからもサッカーは続きますというわけで、レオザフットボールとレンザードープネスでした。バイバイ。